いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何ですかこれ。今日はね、はい、ライジン名古屋大会で、ライジンデビュー戦が決まりました。ご覧の通り、あらとキラー秀隆さんに。いや、なんか変なことあったよ。変なことあったよ。もう一回やして、もう一回やして。今日はね、あらとジューシーサンダーライガーキラー秀隆さんに。そっちのやり直しの方やったよ。ガオ、分かる。おめでとうございます。ジューシーサンダーライガー分かるけど、ごめんなさい。乗れんかった。分からへんの。いや、分かるけど、ボケが出てこない。ごめんなさい。そんなおかしい。マスクぐらいしててごめん、すいません。ついにライジンにデビュー戦決まったということで、はい、僕は待ちに待ってたんですよね。ありがとうございます。ほんま嬉しいです。やっぱりヘビー級ってほんまにマジで怪獣じゃないですか。いや、まあまあそうですね。はい、でかくて、はい、でもこうなんかあんまりスカッとする試合ないなみたいな、日本だと。そうですね、はい、って思ったところを、アルトさん9戦9勝 5KO ですね。 5KO でしょ。はい、ぶっ倒しまくってるんで。いや、まだまだ頑張らないですね。はい、ちょっとライジンのヘビー級にかなり大きな起爆剤としてね、はい、かき乱してくれるんちゃうかな。いや、嬉しいですね。はい、そうなりたいですね。期待のヘビー級選手です。はい、ありがとうございます。なんか今日その、あのいかにもこびたような T シャツを着てるんですけど。いやいや、いただいて。いつも相撲か着てるくせにね。やめや。いつも相撲か着てるくせにさ。やめや。所属のパラレストラ大阪コンテスト見たことないもん。いやいや、もうあれもらってないんで。まあ今日はね、はい、僕の T シャツをブリクリキに着てくれたと。いやいや、もうちょっと一回ちょっと立ててください。それバッチリです。ピッチピチやん。ぴったりっす。これ以上のジャストサイズ。ラッシュガードやったみたいな。ジャストサイズです。XL で。XL です。バッチリです。ありがとうございます。ほんまありがとうございます。いただいてあります。今日なんでこびてくれたんですか。こびてくれ。いや、言い方悪いな。言い方が悪い。わざわざそんな試合前の荒藤さんがどうしたんですか。いや、あのね、僕、はい、あのセコンドがね、今回3人入れるんで。はいはい、そうですね、ライジンね。で、僕いつもあのカバン持ちっていう、はい、こう一人いつも入ってもらってて、はい、もう一人人はね、もうね、今移住しちゃっていないんですよ。一人のメインセコン、頭脳みたいな人が宇宙に行ったんで。いや、オーストラリアに移住しちゃった人がいるんで。南半球ね。はい、南半球。ほんなどうすんねんって言い方あるんですけど、はい、この大事な一戦、はい、でそうな、そこら辺の人じゃないけど、はい、練習見てもらってない人に頼むんかっていうと、また話違うし。そうっすよね。で、一人練習見てもらってるパンクラスの灘さん、はい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 、一緒に練習させてもらってるんで、入ってもらって、もう一人誰やねんという話で、はい、いや僕北勝さんにお願いさせていただきたいなっていう動画に。上手。すごい、すごい勉強なる。勉強なる。メモります。勉強なる。ちょっと一回出てくる。いや、メモリこれ怖い。ほんまにこける。そうなんですよ。はい、で、まあ北勝、なんで北勝さんやねんって、もうそんな YouTuber みたいなのすんなとか、うん、ほんまそんなんじゃなくて。確かにそうまで。ね、こう繋がりでとかじゃなくて、はい、まあほんまもう分かりやすく言ったら、もうオールオナシングの時のセコンドの時に、はい、ね、僕ね、すごいね、悩んで伝わったと思うんですけど、うん、バチッとやってくれた感じがすごいしっくりきて、はい、あのほんまに僕の勝率上げるんやったら北方さんお願いせなあかんなっていう話は僕ずっと思ってたんで。もうそれは光栄ですね。このあの相手がどうのこうのとかじゃなくて、人生変える大一番、ベストを僕尽くさないと僕は気が済まないので、うん、まあ、可能であれば北方さんお願いしたいなと思って今日この場を作らせてもらったって感じですね。あ、それはありがたいです。はい、すいません。それはもう光栄ですね。いやいや、格闘家日和作りというか、何がいいかっていいかっていう言い方、大国がましいんであれですけど、はい、もうそのオールナシングの時の何が良かったか、もうあの分かりやすく言ってくれるじゃないですか。アルトさん、イケとか、うん、僕ちょっとたまに弱さ出すんで。そうですね、真面目なところですね。はい、でそういうところでケツ叩いてくれる、うん、北勝さんの声と、あと声通るっていう、めちゃめちゃ大事じゃないですか。はい、セコンドでその北勝さんにお願いしたいなと思って、うん、大きな話はその2つ、僕は言ったら何本でもいろいろあるんですけど。いや、もうもっと言って、もっと言って。いや、もう何本言ってもらってないいもっと言ってください。あと、あの、理論、技術理論が、はい、僕はそこで繋がっ、奥底が僕と北川さんが繋がってると思うんで、うんうんうん、あの、こう、僕がこうなった時に、こういけってか、多分、北川さんは僕に寄せて言うてくれるぐらい、あの、考えれる方やから、それ言っていただいたらありがたいなっていう、そのね、あの、技術論の話が、僕にしてもらえるのが迷った、そのオーストラリアの方はすごい分かってて、練習もしてたから分かってて、はい、灘さんも分かってないことないんですけど、うん、まあ、もうちょっとこうシンクロしてる感じが強く、あのほんま後ろから支えてくれるし、はい、おったらもう大丈夫やなって思えるのがやっぱ北勝さんかなと思って、今回お願いさせていただいたなと思って、はい、この動画、はい、やっぱ MMA っていろんなファイトスタイルあるから、はい、その同じ MMA ファイターでも考えてるものって全然違うし、はい、そうですね、練習してる内容も違かったりするし、はい、
で、はい、それを言葉として表現する方法とかも育ちが違うから、そうですね、はい、そうですね、全部違うからそこをマッチングさせるってすごい、うん、まあ、うん、難しい、ほぼ不可能ですね、やっぱ簡単には合わないじゃないですか、はい、そうですね、はい、まあその中で確かに僕もあのカルペディエム芦屋で練習させてもらってて、はい、そのお互いの意思疎通がスムーズにいくなっていうのもすごい感じたんで、うん、はい、だからまあそういう風に受け取ってもらえたらよかったかなと、ありがとうございます、はい、他には他には、うん、あの、うん、断るんだったら断っていいですか、いやいや、まあそうやね、まあそうやな、はい、こんだけ言わして断ったら怖いよ人間不信だ、早めに断ってそれだからあれにね、あれちょっと待ってって言おう、それは YouTube ライブあれたらやりますもんね、僕ら、そう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 、あのライブしたい、できればぶっこむけやん、ぶっこむけやん、やばいやつやん、やばいやつ、あれで案件、案件した、案件何の案件なんですか、あれ、あれ何の案件なんですか、はい、あれで案件したい案件したいいやでもね、僕もね、そのやっぱ荒藤さんってそのキャラクター的にも怪獣キラーっていうミドルネームつけたりとか、はい、まあ、こういうビジュアル で明るい性格でよう喋ると、でまあ自分他の人の試合の時は煽り散らかしてるんで、なんかこうね、陽気な方っていうねイメージだと思うんですけど、結構やっぱ格闘技に対してはストイックというか、うん、やっぱ9戦9勝のレコードが物語ってる通り、その緻密な考え方であったりとか真面目さ、なんかね、そういうのね、僕シンプルにまあ好きなんで、ありがとうございます、そういう僕も格闘技に対して本気で向き合ってるから、ちょっと向き合い方が違うとなんぼなんでもあんまり慣れ合いできないタイプなんで、そうですね、僕あんま格闘家友達少ないタイプなんでそういう意味ではね、ぜひ協力させてもらいたいなと思ってます、はい、ありがとうございます、これを受けていただいたということでよろしいですか、ちょっとだけ考えさせてください、考えるんかい考えるんかいこういうとこ好き、あのちゃんと突っ込んでくれたほうが好きです、これで気使ってちょっととかつけるとか優しい考えさせてくださいじゃないの、優しいな、はい、で終わりこんな感じですなんで、はい、あれですね、10月1日はまあ、こういうチームでね、うん、あれ、ほんま助かります、愛知県体育館に行くので、はい、しかもジェイさんもいろいろケアしてくれるということで、はい、ありがとうございます、ほんまそうです、そうです、もうあの現地アテンドは僕ということで、めちゃめちゃ甘えます、名古屋言うたらジェイさんの本場ですから、はい、はい、めちゃめちゃ甘えます、もう、はい、思ってます、はい、北方第1チャンネル YouTube ライブやりません、そうです、10月1日はやりません、すいません、ほんま、はい、ほんますいません、そうです、ほんますいません、荒藤さんにかけます、いや、ありがとうございます、いいか、怖いな、まだかけた結果いいことになると思うんで大丈夫です、はい、はい、だから詳細はあれですよね、続きというかこの試合対象の意気込みは荒藤さんのチャンネルの方で、そうです、語られてるので、ありがとうございます、でもなんか僕の方のチャンネルでもなんかやっぱ視聴者の方に、はい、こう期待値を上げるような、ね、何か、はい、いいですか、もう全然いいです、はい、もうあ、もちろんなんか下りましたか、ない、大丈夫、大丈夫、もうあれですね、北田さん、まあ、言っていただいた通り、僕まだ言うて9戦して9勝して合計をしかしないんですよ、僕からしたらまだ足りないと思ってて、ほうほうほう、さあそれパンチあるないとかじゃなくて、僕は最後まで倒す努力、勝ちに邁進する姿は、僕でもヘビー級とか、まあ、日本の MMA の中では僕はベスト尽くしてると思えてるんで、うん、その分は皆さんに後悔させない、どんな勝ち方でもしっかりいいものを胸打つような熱い試合する自信があるので、そこだけは、はい、期待してください、僕にかけてください、でみんなで一緒に僕にかけていただいて、みんなで笑顔になって、そうですね、いいお酒、いいご飯終わってから食べれたなと思ってます、祝勝会楽しみですね、はい、いやもうほんま、ね、はい、気持ちよくね、はい、10月1日終わって気持ちよく迎え入れたなと思っております、応援よろしくお願いします、わし、しします、ちゃんと KO で買ってもらって、はい、いっぱいみんなでお酒飲んで、はい、でまあ風俗行って、はい、行こう、で行くんか行くんか、アテンドします、アテンドします、アテンドします、境よね、たぶんね、アテンドしますっていう感じで、もうチーム一丸となってますんではい、そうですね、ありがとうございます、ほんま嬉しいです、はい、ほんま嬉しいです、はい、荒藤さんって、ライジンの視聴者の方にどんなところを見てほしいですか、やっぱり僕ね、自分で言うのはちょっと恥ずかしいですけど、僕が絶対一番技術あるんですよ、でもそれは僕も技術、絶対細かい技術、まあ、ジャブに対しても、うん、あ、まあまあジャブぐらいだったらいいかな、はい、まっすぐ打つんか、脇開いて打つんかとか、うん、で、それの効果、どっちがどうとか、ここまで言ったらあんまりやけど、どっちの効果がどうで、こう、この時はこう使うとか、プラス僕あのね、軽量級ほど動かないけど、僕実はめっちゃステップ使うんですよ、うんうん、サイドステップ使うんで、そのステップの効果とかは、まあ、言うたらあれですけど、やってちっちゃいずらしのテクニックとか、うんうん、技術の重心の位置とか、
やってるんで、気づいたら勝ってるやん。で多分僕の試合何回も見れば見るほど僕の良さ分かると思うんですよ、ね、なるほど。だから、はい、9勝 5KO の中にちゃんとテクニックで積み重ねた結果の勝利がある、はいはい、あります。なんかこの言ったらヘビー級って大きくてムーンムーンで、はい、で終わりっていうのとはまだ訳が違うと。だから、ね、そういうことですもんね、はい、あのB さんとかB か分からんけど、あの SNS で上がるときに僕絶対パンチもらってるみたいな書かれるんですよ初め、はいはいはい、まあ、もらってないんですよ、はいはい、どうなってるんですか。こう来た瞬間にどうなってるんですか。こう来て後ろに重心ずらしてるんで、うん、あの当たってるんですけど別に効かないんですよ、重心が後ろなんで。なるほどなるほど、はい、前から来た攻撃に当たった瞬間に後ろに逃がしてるんで、うんうんうん、これ全く意味ないんですよ、うんうん、けど当たってるって言われてる。で気づいたら逆転勝ちするみたいになってるけど、あ、まあ、そうじゃ理由があるっていうのを。あ、じゃああれですよ、つまりB さんはメイクをの話じゃないです。あ、やめてください。もう全員できました。あかん、ええことないな、ええことないな今。え、だからその指摘は間違っとるぞと。どこ見てんねん、ボケがみたいな。ね、そこに行くな、ね、そこに行くな、ね、だから深い技術があるんですよ。なんかキャラクター的に大味っぽく見えるじゃないですか、はい、だけどすんごいね、実は小刻みなのこう。いや、そうそう、極論もそう、うん、でもほんまそうだと思います、はい、うん、それはほんま。でもそれってやっぱ言っていかんと伝わらへん部分があって、ね、なんかもうみんなのヘビー級というものに対しての固定概念が大きくてのっしりしてて迫力があるで終わっちゃってるから、違うヘビー級の選手の形を見せれる唯一のファイターな気がしてますけどね、僕は。じゃないと話しても噛み合わんしね、うん、絶対ね。まあだからといって攻撃重くないわけじゃないのが僕の売りで、うん、そっから、ね、はい、プラス僕はあの5分3動き続けれるんで、そこら辺が他の人だと違うと思います、うん、絶対動き続けるんで何があっても、そこは曲げないですね。練習も用意しますしね。練習はやるの当たり前と思ってるんで、うん、他の人がやってないだけでこれが普通だと思います、はい、うん、だって技術論もなんか軽く LINE でやり取りしてる時にしれっとこう技術論の時に止まんないですもんね、この技術に対してのこう探求心というか。そうですね、うん、あのずっと考えてみようなと思って、表現が違う時にすぐ聞いちゃう癖あるんですね、うんうんうん、こんな感じでやってますかみたいなね、うん、お話させてもらうと、はい、それって勉強熱心な人の共通点な気がしますけど、ね、いやいや、もうね、同じ気分で分からないと意味ないん で、うん、でそれってやっぱ何でもそうなんですか、何でもかんでも興味持ったら掘るタイプ。僕そうですね、理解しないと意味ないんで自分の言葉に落とし込めるまでは聞きたい派ではありますね、はい。あ、なるほど、はい、でそれは例えばなんかセクシー女優に対してもそんな感じなのか。セクシー女優に関してはそうじゃないかもしれない。ボン、ええかなで終わるかもしれないです。ボン、ええかな。ごめんね、いきなり。ごめんね、いきなり。ちょっと困ってる顔見たかった。全然想定の範囲内です、すみません。そう、大しちゃってごめんなさい。今の想定、まだすごい読み。まだ大丈夫。読みがすごい。まだ大丈夫。これは無敗やわ。いやいや、今の誰が読めた。いや、こんなこと読める人は負けへんすわ。いや、分からんけど。ジェイさん、今の読めました。読めなかった。読めなかった、ね、ただ、でも、セクシー女優とかセックスの話を大地さんがぶち込むのは読めた。いや、そうですね。まあ、じゃあ、ほぼ当たってますね。来、はい、ると思って、見えてないパンじゃないんで。なるほど、ね、見えてれば聞かないなんで、大地さん。そうですよね、はい、その理論ね。そういうこと、そういうことです。危ない。はい、来た方、第一チャンネルでよかったね。いや、よかった、世界。いや、だから僕、今日、アラトーさんチャンネルやと思うから、もう、力抜きまくりやもん。あ、そうだよ、俺のチャンネルやみたいな感じで。はい、そう、もうめちゃくちゃしたら思って。結果的に良かったっす。結果的に良かったっす。真面目なアラトーさんはね、うん、自分のチャンネルで意気込みちゃんと語ってる。あ、そうです、はい。ぜひ飛んでみて。ぜひ、はい。煽り散らかしたんですけどね。あ、いや、どうなんすか、ちょっと反応は。一旦上げた反応は。結構、いろいろついてるけど、うん、向こうから帰ってきたような感じしてますね。あと、やっぱ、戦績が、その、なんていうんですか、違いすぎてて、あ、そりゃそうだよね。高橋選手ってレコード0勝2敗っす。0勝2敗で、アルドさんが9戦9勝、ね、そりゃね、ちゃうすもんね。普通で組まないっすよね。で、高橋選手はアルドさんに何も言ってないですか。なんかチャンスくれてありがとうございますぐらいに、雷神さんみたいな感じしか言ってないんですよね。あ、そうですね、まあ、そういう意味では2人とも同じ捉え方というか、あ、俺に勝利をくれてありがとうみたいな。どう思うんですかそれ。まあでも説得力ないから何言うてんのしか思わないです。あ、なるほどね、なるほどね、どの口が言うてんねんみたいなね。で、北川さんのチャンネルからもういっぱいいますけど、はいはいはい、あの高原人さんのファンとか来て、はい、そんなこと言わないでくださいとか言うてくれてるんですけど、あ、そう言ってくれてコメントでチャンネル言うてくれるんですけど、はいはい、わざわざ見てくれてありがとうございますしか思わないです。気になってきた。高原人選手のファンからしたらどんなやつだねんって。まあそうですね、いや、もうありがとうございますしか思わないですね。うん、まあそうですね。じゃ個人的に恨みはないんですね。
元から個人的に羨みある人いますいないですよね。いないよね。聞き返すのやめて。質問で返すのやめて。ないよね。だその好き嫌いやっぱあるし。じゃあ好きなんですか。好き嫌いの話はあるし。じゃあどちらですか。好きなんですか嫌いなんですか。好き嫌いの話はあるし。まあでもやっぱライバルとしてなると好きな人いないですよね。うん、ライバルなんですかじゃあ。一応同じヘビー級の枠にいるっていう意味ではライバルと思います。ライバルに名称に早いけど。なりうる存在であるのは理解します。なんか遠いな。はっきりせんな、なんかうやむややな。だからそうですね。だから、うん、そんな底辺と上当ててどないすねんしか思ってないんですけど。まあでもやっぱねいるんですよね。うん、そういうやつやってないやんけみたいな。ああなるほどね。はい。うんアンチやろうと思うわけですね。いや、いっぱいあるっす。なるほど、なるほど。ただまあ、今回の試合全部ひっくり返るんで、うん、どんな今まで言われたんですか、アンチやろうと思うのは。でもそうですね、強いやつやってないやんけとか、うんうんうん、あと一番謎やったんが、はい、謎、はい、お前、水抜きせず、通常体重を120にしてこいやってな誰か怒ってて、俺に、いや、どういうことやろうと思って。それ、身内でしょ。なんでなんと思って。遠い身内でしょ、なんでなんやろうと思って。何の怒り通常体重は120にしてこいみたいなこと言われて、なんでと思って。別に、ええやんみたいな。そのワンとかで水抜き禁止でやってたらなんかいろいろあるじゃないですか。なんかこうねいろいろ実は超える方法あるんだけど、そんなんやったけど、来日そんなんでもないのに。ないね。はい、すごい言われてなんやろうなと思って見たのを一個コメント一番衝撃なコメントとりあえず。ちょっとおもろい人もいますね。はい、水抜きせず120にしてこいやデブが言われました。デブやけど。なんでみたいな。すいません、デブって言われるとどう思うんですか。デブオッケーです。デブオッケーなの。豚ダメです。ああ。はい。そうなんや。人なんで、そうなんだ。無駄じゃないでも、そういう問題ね。僕デブです。そういう問題ね。コメント欄に絶対書かないでください。絶対ダメっすよ。振りちゃうでこれ。振りちゃうで。まあでもほんま一番言ったら別に武井信さんとの試合がどうこうじゃなくて、僕その先見てるんで、はい、まあ、ここにフォーカスはしきる必要もないと思ってるから。なるほど、追加点。そんな相手でもないんで、まあ、人生はそういうもんでもあるんですけど、うん、よりこうねはい。フォーカスはしてないです。ただ自分のやりたいことをぶつける。その通過点の先には何を見据えてるんですか。まあ、日本を背負って海外で試合したいとか、まあいろいろありますよね。はい。で団体で言うとやっぱり。まあ、僕はタイにも知り合いがいるんで、うんうん、ワンとかこうねタイで開催されてる、うんうんうん、そういうアジア系の試合出れたら一番幸せかなと思ってます。なるほどなるほど。はい。その目標のために。ベルトも欲しいですね。ライジンベルト持っていけたら最高ですね。ああ。だから日本のベルトを2つ引き下げて、はい。そうですねはい。アジア最大の団体に。でもだってあれですよ、1週間前にヘビー級2試合ありますからね。あ、そっかそっか。はい、スタリオさんと渋沢さんして、なんかちょっと流れ感じますよね。あ、まあ、そういう意味では貴健信選手をクリアした後に、まあ日本人ヘビー級で有名どこやってたら今のお二人じゃないですか。あ、そうですね、間違いないです、間違いない。どっちとやりたいとかあるんですか。まあ、やるならスタリオさんとやるですよね。あ、それなんでなんですか。嫌いです。嫌いです。あ、そこは嫌いなんや。嫌いです。嫌いです。そこは嫌いなんや。なんかあの感じ、スカン嫌いじゃないですか。なんか揉めるあれがあったんすか。なんか、いや、一方的だけど。一方的嫌いだ。初めの方あんま良くなかったじゃないですか。ほうほうほう。リスペクトできない感じが嫌でした。ああ、なるほど。リスペクトできるのに俺がヘビー級やみたいな顔されてるのは、ちょっと待ってよって素直に思ってました。あ、なるほどなるほどなるほど。使え、大丈夫、使えるところ、うん、そうですね。立ち悪い感じやったのもほんますごい許せなくて。まあまあストイックな方やから、格闘技に対するそういうね、そこを不良なところは嫌なわけです、ね、ファイターの貶めるようなことすんなよ、お前の幼稚さで貸すって思ってました。ああなるほど、はい、なるほどなるほど。いい感じにっていう意味で嫌いです。なるほど、つかない。ああそれが分かりますよね、はい、なるほど。清水戦なんて嫌いになる理由ないじゃないですか。うん、ね、確かにナイスガイですもんね、完全に。すごいね、ちょっとインスタが癖あるぐらいでね。あ、そうなんだ。虫とか取ったり、食あのね、ですよね。知らない。そう、虫取ったりとか、自然取ったりしてある、ネイチャー系。ちょっと子供っぽい感じ。ネイチャー系。ネイチャー子供っぽいけど、ネイチャー系の自然を感じていらっしゃる方なんで、それがどうとかね、嫌う理由ないし、しかも一応パラエスラグループなんで、うち。東京。一応やっぱそこは親戚感感じるの。はい、そうです。なるほど。だもんで、それはそこですね。なるほど。そのシリーズ面白いですね。佐賀健信選手をクリアした後にスタリオ選手と、ね、いや、いいですね、面白いですね、うん、そこまでこう期待感を煽るようなちょっと僕は試合を楽しみにして、うん、はい、そうですね、はい、そんな試合しないとダメですね、はい、分かりました。もうそんなところでいいですか。はいはい、ということで、今回の動画は北方大地に、セコンドをお願いしたら、ちょっと考えると言われたっていう動画。あ、そうっすね。ちょっとだけね、ちょっとだけですよ、ちょっとだけ。ありがとうございました。ありがとうございました。